マルがスクールアイドルを続けていられるのは、みんなが支えて助けてくれるおかげだよ。君は誰とお弁当を食べるの？もちろん。うん。答えは決まってるわよね。私のことを見てくださいって、そんなこと言われても困りますよね。この前、目玉焼きが挟んであるハンバーガーを食べたんです。すごく美味しかったので、今度一緒に食べに行きましょう。必ずビッグになってあなたを迎えに来るわ。それまでお利口さんにして待っててね。の神社でお手伝いをしてるんだ。よかったら今度おいでよ。久しぶりに鉄棒したんだ。綺麗に逆上がりできて気持ちよかった。最近、あなたと仲良くなれた気がする。なんか、嬉しい。
あなたのこと隠してしまいたいわ。まばゆく美しいものには皆が惹かれるものだから。付き合ってくれない？お礼にアイスごちそうするから。しない？思いっきりボールを投げたい気分なんだ。するなら空と海どっちがいいって？そりゃもちろん海。けど空の方もちょっと気になるな。苦手でして、動画を見て練習したりもするんですが、どうしてかボールが顔に飛んでくるんです。
同じ衣装を何度も着ていると、同じステージを戦ってきた仲間のように感じてくるのよ。私が転ばないように手をつないで帰ってくれたよね。大きくなった今もそれって休校かな。あなたと過ごす時間の一つ一つを大切にしたいのです。それなら今度一緒に行く？離れてたらお姉ちゃんの制服をもらって着てたかもしれないね。どこでお昼寝しててもあなたには見つかる。曲を作るのがこんなに楽しいなんて、今まで知らなかったのがもったいないわ。
今日のおやつはパンだ。雨は憂鬱だけど、室内でじっくり練習する機会と思えばモチベーションが上がるわね。元気出ないの。おにぎり食べて今日も頑張ろう。